した状態。あ、じゃあ、この中に入ってるんですか。ああ、そこそこ、なるほど。これですよ、この間動画で見させて。この、あの、鹿のあの、あれがいいですよね。そうですよ。それだけで買ったと言ってますね。いや、これはやっぱり奈良県民だったら、これ買わなあかんのちゃうかな。なるほど。薪ストーブです。めちゃめちゃ荒れてきましたね。もうこれまあ今日は富士山は 120% 見えないですね。間違いなく、ね、多分あっちの方に富士山は。サイトは結構いますよね、うん、一番人気なんでこっちの方が出てるなかなか大荒れの中大荒れの中そろそろ始めますか。風が難しいですね。炎が持っていかれるから確かに相当場所をコントロールしないと。あら、ずるってくダメだな、消えるな、やっぱ煙突あってこそなのかな。乗っけちゃいますか。不安定な中に乗るだけ。もうちょっとしたらぐちゅぐちゅ行ってきます。おいしちょっと高かった。吊るされている。ちょっと高い。ちょっと高い。ちょっと気持ちなんか調整がしやすかったですけどね。そうですね。梅酒。
か一応お酒なんですね。はい、乾杯。もっと下げてもいいですかね、これ。もう木の、風がなければね。この高さで十分と思うんですけど。はいはい。まあ炎ももうちょっと大きくなったね。このちょっと炎に包まれてる感じが出てきてます。うわ。そうやな、風がなかったら、でまあ今ちょっと木も追加したんで。オリーブオイルにニンニク、ニンニク、はい、よいしょ、カレーですね。ほう、男のキャンプ。え、これ料理名としてはある？これ赤パッツァですね。まあ、本当はもうちょっと水少なくしてジュージュー言わせるんですけど、はいはい、ちょっと鍋っぽく、なかなかおしゃれな感じですな。黒くなっちゃってる。ほら、もうチャーシューみたいな。ああ、行き過ぎたんだ。なかなか難しいですな。うん、あ、でも、だから多分そのどっかでいいポイントが現れるんですよ。この次ぐらい。おお。いや、これね。じきじきに予想ってもらうし。いやいやいや。これはなかなか取れない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ骨だな。はい。ありがとうございます。いや。さあ、これはなかなか一人のキャンプでは絶対に食べれない。はい、どうぞ。いやー、これは僕は絶対一人ではもうこの彩りとかは絶対考えないです、久保田と雪峰スノーピークのコラボ、すごい、もう何年ぶりですよ。マジですか。うん、風も止んで、うん、穏やかな感じになってきましたね。結構過酷でしたね。過酷でした。肌でもすごい霧ですね、これ。霧すごいですね。確かにあのいいですか、うん、ガボガボガボっていう音は、うん、ふわふわふわぐらいになります。別に音声は急にヒデックスさんがすごいすごい発見をしてめっちゃ興奮されてますけど、何があったかというとあれです。じゃん、富士山が、ピントが合わない、富士山が、富士山が
見えています。いやー見えますか、見えましたか、見えました。ということはもう明日の朝もいいっすよね。ちょっと早めに起きなきゃ。あ、ほんまやね。日の朝、はい、リゾットとパスタとどっちがいいですか？パスタです。パスタで。いいですか？いいです、はい、どうも、おやすみなさい。はい、どうも、おやすみなさい。めっちゃ腹減ってきた。
ちゃうまいなこれ。たまらん。富士山見ながら、あー最高っすね。朝飯のうまいパスタ。あいいでしょ。これなんて言うんでしたっけ？カウボーイスタイル。カウボーイスタイル。そうそう。インディアンじゃないですか。